他人の夏山川正雄海岸のその町は夏になると急に他人の町になってしまう都会から楽に日帰りができるという距離のせいか秘書客たちが山のように押し寄せてくるのだ夏の間中町は人口も倍近くに膨れ上がり海水浴の客たちがすっかり しっかり町を占領して夜も昼もウキウキと想像しその年もいつの間にか夏が来てしまっていたぞくぞくと都会からの海水浴の客たちが詰めかけ例年通り町を我が物顔に歩き回る大きく背中を開けた水着にサンダルの女ウクレレを持ったサングラスの男たち 写真機をぶら下げ子供を抱えた家族連れ。真っ赤なショートパンツに太ももを剥き出しにした麦わら帽の若い女たち。そんな人々の高い笑い声に自動車の警笛が普段の伴奏のようになり続ける。そこには確かに夏があり、避暑地があり、決して都会では味わえない休暇の感触があったが、でも、 その町で生まれ、その町で育った新一には、その全ては人事でしかなかった。いわば、他人たちのお祭りに過ぎなかった。第一、彼には休暇も避暑地もなかったのだ。来年、彼は近くの工業高校に進学するつもりでいた。それを母に許してもらうため、少しでも貯金をしておこうと、その夏、 新一は同級生の兄が経営するガソリンスタンドにアルバイトとして雇われていた。都会から来た連中が占領していたのは街だけではなく、もちろん海もだった。海岸に咲いた色とりどりのビーチパラソルや天幕がしまわれるのは夜も九時を過ぎてからだろうか。それからもひとしきり、海岸はダンスやら散歩やら音楽やらで賑わう。 海辺から人々のざわめきがひっそりと途絶えるのは、それが終わってから朝までのごく短い時間なのだ。8月の初めのひどく暑い日だった。その日は夜更けまで暑さが続いていた。それで海へ駆けつけてきた連中も多いらしく、自動車を水洗いする仕事が午前1時過ぎまでかかった。 新一が久しぶりに海で泳いだのは、その夜だった。自分の町の海。幼い頃から慣れきった海だというのに、こうして人目を避け、こっそりと泳ぐなんて、なんだかよその家の庭に忍び込んでいるみたいだ。お客さんたちに遠慮しているようなそんな自分が、ふとおかしかったが、新一はすぐそんな考えも忘れた。 冷たい海の肌が懐かしく心良かった。やはり海は親しかった。月はなかった。が、頭上にはいくつかの星が輝き、黒い海にはキラキラと夜光虫が淡い緑色の光の呼吸をしている。夜光虫は泳ぐ彼の全身に瞬きながらもつれ、まつわりつき、 波が崩れるとき、一瞬だけ光を強めながら、美しく散乱する。新一は知らぬ間にかなり起きに来ていた。ふと彼は目を凝らした。すぐ近くの暗黒の海面に、やはり夜光中らしいほのかな光の煙をきらめかせて、何かが動いている。だれ、あなた。 若い女の声が呼んだ。間違いなく若い女が一人、深夜の海を泳いでいるのだった。知らない人ね、きっと。女は一人ごとのように言った。初めて新一は気づいた。女の声はひどく疲れ、あえいでいた。大丈夫ですか 新一はその声の方角に向いていった。いいの、ほっといてよ。女は答え、笑った。だが、声は苦しげで、笑い声もうまく続かなかった。新一はその方向に泳ぎ寄った。危ないですよ、この海は。すぐうねりが変わるんです。もっと岸の近くで、 かまわないで。ほんの二メートルほど先の海面で波の壁と共とに夜光中の光に顔をかすかに浮き上がらせた女はにらむような目をしていた。ああ、と新一は思った。彼はその顔を覚えていた。今日、真っ赤なスポーツカーに一人で乗ってきた女だった。目の大きな 呼吸を飲むほど美しいまだ若い女で、同級生の兄は、あれは有名な映画女優に違いないぞと言った。あなた、この町の人ね。女の顔は見えなかった。彼は答えた。そうです。だから、この海には詳しいんです。 漁師さんなの親父が漁師でした。と彼は言った。親父はおきれい一人底引き網をやってたんです。森も撃ったんです。二十八巻もあるカジキを三日がかりで捕まえたこともあります。自分でもなぜこんなことをしゃべり始めたのか見当がつかなかった。ただなんとなく。 女を自分とつなぎとめておきたかったのかもしれない。その時は、親父も命からがらだったんです。牛みたいな大きなカジキをふらふらになって担ぎながら、親父は生も根も突き果てたっていう感じでした。でもその夜、親父はそのカジキの背を叩きながら僕に言ったんです。おい、よく見ろ。俺はこいつに勝ったんだぞ。 生きるってことはこういうこの手応えのことなんだよあの時親父は泣いていました森で撃ったのそうですとても重い森なんです随分原始的ね女は引きつったような声で笑ったでお父さんは 死にました、去年。女は黙った。ゆっくりとその女のそばを回りながら彼は言った。あなたは自殺するつもりですかあえぐ呼吸が聞こえ、女は反抗的に答えた。ほっといてよ。あなたには関係ないことだわ。別に、 やめなさいって言うつもりじゃないんですよ。女はヒステリックに言った。からかうの軽蔑してるのね、私を。子供のくせに。慌てて新一は言った。違います。親父が僕に言ったんです。死のうとしている人間を軽蔑しちゃいけない。どんな人間にも、その人なりの苦労や正義がある。 その人だけの生きがいってやつがある。そいつは、他の人間には絶対にわかりっこないんだって。女は無言だった。遠く、波打ち際で砕ける波の音がしていた。人間には、他の人間のこと、ことに、その生きるか死ぬかっていう肝心なことなんかは、決してわかりっこないんだ。 人間は誰でもそのことに耐えなくちゃいけないんだって。だから、目の前で人間が死のうとしても、それを止めちゃいけない。その人を好きなように死なしてやる方がずっと親切だし、本当はずっと勇気のいることなんだって。女の顔に夜行中の緑の輪行がてって、それが息づくように明るくなり、 また暗くなった。女は怒ったような目つきで海を見つめていた。僕の親父も自殺したんです。背骨を打ってもう漁ができなくなって、この沖で森を体に弱いつけて飛び込んじゃったんです。あなたも僕は止めはしません。 彼は岸に顔を向けた。そのままゆっくりと引き返した。真っ暗な夜の中で、ただ夜行中だけが彼に続き、波間に鮮やかに濡れた色の輪行を散らしていた。真っ赤なスポーツカーが新一のいるガソリンスタンドに止まったのは、翌日の夕暮れ近くだった。 ガソリンを入れに近づく新一の顔を見て、女はサングラスを取り、急に目を大きくした。夕べは、と言い,い、女は笑いかけた。ねえ、あのお話、本当本当です。と、新一は答えた。そう。 ありがとう。私、あれから一時間近くかかって、やっと岸に着いたわ。女は真一の手を握った。あなたに勇気を教えられたわ。それと、働くってことの意味と。 国道を真っ赤なスポーツカーが小さくなるのを新一はぼんやりと見ていた。女の言葉の意味がよくわからなかった。彼はただ、小さなその街に今日も溢れている無数の都会の人々、その人々がそれぞれに生きている夏の一つ、そんな他人の夏の一つが次第に視野を遠ざかるのだけを見ていた。 山川正夫作。他人の夏。お相手は村上陽でした。ではまた。